も、が味方護衛艦の4番艦イクマの進水式も終わり、異次元の速さで建造している。今回は、この最新護衛艦 FFM を詳しく見ていきますね。なかなか馴染みがない護衛艦ですが、実は、知られざる性能と能力が備わっていました。も、が、味方新型護衛艦の4隻目にあたる艦艇、艦艇がこの、2021年12月10日に進水を果たし、ネームシップの、も、がみ、熊野、の城に続き、同様に河川から取られた、三熊と名付けられ、ことが報じられた。三熊の建造を担当しているのは、本級のもが、味方護衛艦を、防衛省の求めに応じて提案した三菱重工業者であり、同社の中崎造船所としては、2番艦を除く3隻目で、以後も、追加で、3隻が、現時点で、予算上からは確保されている。今回の、三熊の進水にあたっては、主兵装となる甲板前方への 127mm 単装砲1機や、その後方甲板に設置される予定の VLS、ミサイル垂直発射装置等は、まだ搭載されておらず、今後の偽装工事で取り付けられていく予定だ。三熊は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦体を、チ、コダグ、ガスタービン、およびディーゼル機関併用方式で、7万馬力、30ノットの速力を発揮する。海上自衛隊では、これら、三熊らのもが、味方護衛艦を FMM と呼称しており、この新規に採用された艦艇を指し示す記号からも、同艦が、従来の護衛艦とは異なる役割、任務を担う艦艇だということが伝わってくる。FFM の FF とは、他国の海軍で、通常フリゲート艦と呼ばれている駆逐艦より、小型の水上戦闘艦を表しており、残りの M は、マルチパーパス、多用途、および、マイン、機雷を示すものだと、説明されている。海上自衛隊では、多くの水上戦闘艦をひとまとめにして、護衛艦と呼んでいるが、これは、第二次世界大戦に敗れた日本が、保安隊、警察予備隊を経て、自衛隊となり、再軍備を進める過程で、通常の海軍と、同様な故障を避けたためだろう。ちなみに、海上自衛隊の護衛艦の艦艇記号は、これまでに、DD、DDG、DDH、DE の4種類が存在しており、それぞれの艦艇の規模と役割、装備する内容等によって、このいずれかに分類されているということができる。逆に裏返せば、今回の、三熊を含むもが、味方護衛艦の FFM とは、従来の護衛艦の範疇を超えた、全く新しいカテゴリーの艦艇だとも言えそうで、海外から見れば、海上自衛隊が装備する、初の近代的フリゲート艦となるものだ。従来の艦艇記号を簡単に述べれば、DD には、建造が古い順に、朝霧型、村雨型、高波型、秋月型、そして最新鋭の朝日型があり、実に5代にわたって就役している、汎用護衛艦のことを指している。DD の最新鋭の朝日型は、基準排水量5100トン、満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、深さ 10.9 メートルであり、三熊等よりは大きく、他国の海軍と比しても、中程度の駆逐艦に相当する。DDG は、海上自衛隊の艦艇としては、よく耳にするであろうイージス艦であり、金剛型、アタゴ型、マヤ型の3種が就役中だが、いずれも、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに、日本が建造したものだ。これら DDG は、イージス艦の名称が示す通り、
兵器システムとして AWS と呼ばれるイージス武器システムを搭載しており、SM2 や SM3 といった兵装を VOS から運用することで、日本全体のミサイル防衛を担う艦艇となっている。DDG の最新鋭のマヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルと、非常に大型な駆逐艦であり、満載排水量からすれば、かつての巡洋艦にも匹敵する大きさでもある。DDH は、近年、最も注目を集めている、航空母艦化改修を実施中のヘリコプター搭載型護衛艦出雲、片や、その前級にあたるヒューガ、片護衛艦の艦艇記号で、全通式の飛行甲板を備えた、ヘリ等の航空機運用を重点に置いた艦艇を指す。DDH で、ある出雲、型は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長248メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートルの艦隊を持ち、名実ともに、現在の海上自衛隊では、最大規模を誇る艦艇である。DE は、阿武隈型護衛艦が就役中であり、これは、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートル、深さ 7.8 メートルと、三隈等よりも小型だが、これらが直接の代替対象艦だと言える。三隈ラモが、身型護衛艦は、今後も、年間に、2隻のペースで、建造が予定されており、今年2021年までに、すでに6隻が寄港されているが、最終的には、22隻が建造されるとと見込まれており、海上自衛隊の中核艦艇となると見られる。これは、防衛装備庁が求めた、多用途でかつコンパクトというコンセプトを、三隈ラモが、身型護衛艦が体現する艦艇であることが、大きく寄与していると思われ、機雷戦に対する装備も、今後の防衛上必須の能力なのだろう。身型護衛艦は、2014年度から2019年度までの中期防衛力整備計画によって構想された、新型艦艇であり、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の圧力に対抗して、防衛力を強化する戦略の一環として企画されたのものといえる。こうした南西諸島方面における警戒体制の強化に向けて、通常編成の護衛隊群に含まない護衛隊を5個より6個へ、具体的には、護衛艦数を47隻から54隻へと7隻増とする計画に沿って導入されたのが、三隈ラモが身型護衛艦であう。ただし、検討が開始された2014年当時には、まだ現在の三隈ラに至るコンセプトは確立されておらず、艦艇記号としても従来の DD や DE とは別ではあるが、仮に DX とされ、当初は3000トン型将来護衛艦と呼ばれるものだった。それから4年後となる2018年に、防衛省の海上幕僚監部は、新型護衛艦の艦艇記号を FFM とすることを公表し、並行して行われていた設計から、基準排水量は、3割増しの3900トンになることが明らかとなりもが、身型の艦容も定まった。そこに至るまでには、艦艇の形状も3導線であったり、速力も、40ノット超のウォータージェット推進が検討されたというが、いずれも実際に採用されたのは、弾道線、機関部も、コダグ方式による、スクリュー式と、オーソドックスな形式である。三隈を含むもが、身型護衛艦で特筆すべき点は、乗組員数を約90名と、
直接の大隊艦にあたる、阿武隈型護衛艦の同120名に対しても、75% の人員で運用できる、精進化を達成している部分が見逃せない。さらに、構想では、3隻の母が、身型護衛艦に、4セットの乗組員を交代で乗艦させるローテーション制を採用するとされており、これにより、艦自体のメンテナンス時を除き、稼働率を向上させ、同隻数でも任務従事状態を強化するとされる。三隈は、現在の水上戦闘艦の頭脳として、必須の ACDS、戦闘指揮システムには、アテクス、アドバンスドテクノロジーコンバットシステムを搭載しており、電子戦の分野でも、最先端の技術で構成されている。これらは、主として、戦闘式、射撃管制、対潜戦闘、対水上戦闘艦の、大きく、4つの分野に対応しており、戦術面を支える22データリンクや OPY2 レーダーとともに、各種の敵目標、脅威に対して、最適な対処を行うことが期待されている。